はい、はい、始まりました。はい、今日はですね、はい、ツーリングです。イエーイテンション低くない？イエーイ。はい、ツーリングです。で、こんなもんですよ。テンション、あ、こんなもんですか？本当、はい、で、ちょっとパーヘッドの欲しいパーツがちょっとありまして、はい、そう、はい、それをちょっと豊田市のフットラムさんに買いに来たんですけど、はい、ちょっと紹介していいですか？はい、お願いします。はい、じゃあフットラムの加藤さんと大島くんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、パーツをね、はい、ゲットしたいんだけど、うん、後でバイクも変わってますから、うん、あ、そうだよね、前撮った時とね、変わってるからね、はい、はい、後でちょっと撮りましょう、うん、はい、はい、今日は僕カメラマンなんで、はい、視聴者さんは喜ぶと思います、うん、本当？喜ぶかな。ギャルズ生って言われるから入りますか？あ、見ますか？あ、見ますか、はい、はい、おー、久しぶりに来ました。ロレツ回らんね、俺。簡単ことない今しようか。ロレツ回らんかった。あ、植物植えてますね。あ、ほんとだ、気づかなかったね。え、すげえ、あれ、なんかハードな、これハードなアガベがすごいね。うん、すげえ増えとる。こちらもバイクがガラッと変わってますんで。そうだよね、はい、ガラッと。真ん中のだけあった。そうね、サイドバルブでね、はい、ちょっと後でじっくり、うん、はい、え、何ゲットしに来たんですか？今日は、はい、ステップ、はい、ステップ、足置くとこですね。足置くとこ、足置くとこ、はい、そう、を欲しいのがあって、はい、そう、それがフットラムさんにあったんで、それまず見ますか？それだけ？それと、え、それとキックペダルやろ？そう、キックペダルむっちゃ忘れてた。そう、はい、キックペダルと、はい、ステップ、ステップ2つ、2つね。そう、はい、それを狙いに来ました。狙いにね、はい、見て、めっちゃグローブ綺麗ね。これね、私最近ゲットしたの。あ、そうね、サブちゃんで紹介してたね。そう、この間ね、これ今日もつけてきました。はい、はい、やばい、俺が思考停止してるから。なんでよ、暑いから。昨日、昨夜から停止してる。あ、白ね、白欲しいんだけどね。うん、かわいい。かわいいよね。うん、これ持ってるんじゃない？違った？どれですか？これ、それ持ってますね。あ、これ持ってるよね。これと、これと、うん、これと、めっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。これと、めちゃくちゃ持ってるじゃん。ですね。あ、そんなに持ってるんだ。はい、いいね。どれがお気に入り？お、これですね。あ、これ？メッシュ。メッシュ。はい。これかな？涼しい？涼し、もう涼しくないね、別に。あ、そう。なんかつけてる、つける時点で涼しくないから。それで言うと、なるほどね、うん、まあだから、でも普通のよりは風通すんじゃない？うんうん、穴開いてる分。そうだよね。加藤さん、今日バンダナスタイルがかっこいいね。はい、いやいや、はい、恥ずかしい今日楽しみ。加藤さんのさ、走ってるとこ私見たことない。確かに。ダイナであるわ。ダイナ、うん、そう、ダイナね。ダイナではあるけど、ドープウィールズ。そうそうそう、それしかないから楽しみ。今日はどっちですか？今日は UL です。あ、UL で、楽しみ。これね、かっこいいよね。かっこいい。フォークいいね。フォーク、あ、これ？うん。金ピカだ。フォークかっこいいよ。キラキラ。41でなろうっていう。あ、これが41でなろう。そうそうそう。これもね、あの、フィーバーのパーツで。あ、そう、うん、なんですね。なんで？片言やろう。かっこいいよね。かっこいいですね。41ナローいいよね。41ナローってこんな感じなんだ。これハンバーガードラムってやつですか？そうです。高い、お高いやつですよね。ハンバーガーだって思ったの、ほんと。え、めっちゃハンバーガーじゃん。あ、見えるよね。見えます、見えます。あ、ほんとだね、見えるよね、上から見たらね。そうそうそう、ちゃんとなんかキャベツとさ、バーガー。いやいや、キャベツはないやろ。レタスか。で、なんか分かるじゃん。キャベツはないやろ。なんか挟んでるじゃん、3種類ぐらい、はい、え、パーガーこれにしたらナロー41なる、うん、ありかも。あ、スプリンガーやめて、はい、はいはい。これ何インチオーバーぐらいですか？これね、4インチ FL ベースですか？うん、多分 もともとついてたのがこんぐらい。ああ、じゃあ10センチぐらい伸びてるね。そんなに、4インチね、うん、じゃあこれぐらいでいいじゃん。いけそうだよね、うん、めっちゃありかもね、うん、で4インチのパンのフォークと純正ドラム持ってますから僕、うん、あ、じゃあもうすぐ行けるよ。はい、フィーバーさんでこれ、フィーバーさんの、まあ、ここにも売ってるっぽいんですけど、ね。あ、ここにも売ってるんだ。でもね、結局加工がいるじゃんね。あ、そうなんですね。この
アクセルのシャフトと、はい、あとこの、ああそういうことですね。バイク屋さんあるんですね。そうだね、うん、ありありありだよね。うん、行けそう、今なら。ちょっと後で、うん、あたかって聞くって聞いたら聞くつもりだった。あとどうぞちょっとまだがれしまったら、あ、ここ行って、そしたらさ、全然いいよ、全然いいよ。え、シートもスプリング入っとないか。入ってない、うん、入ってなかった。ここ、いいですか。はい、あー、でも結構長いかも。ハンドルもっと上よ。そうだけどさ、なんてここが長い感じがする。それはそうですよ。それはだってスプリングが短いよ。私だったらこれぐらいになるんだ。無理かも。無理わかんない、こんぐらいだよね、リアルで。そんなもんかね。うん、そんな感じね。なんか早く走れそう、これやる気スタイル。なんかそうそうそう、うん、結構なんか遠く感じるっすね、ここが。あ、そう見える。シートとハンドルが。確かにそんなことないですよね、加藤さんが乗ると多分。あ、私だからトメちゃん乗ると結構手が、あ、うん、まあ要検討という。はい、はい、あ、補助ってる。ほ、補助ってる。すいません、補助ってる。違う違う違う、あ、補助ってる。あ、そういうことっすね。そう、私もこれ最近さつけたからさ。ほじょってるは言い過ぎだよ。ひよってるみたいな感じ。違います、違います。大丈夫です、僕もほじょってます。みんなほじょってるもんね、うん、あれね、うん、あれ、ん、ベルトがさ、赤い。ベルトじゃないよ。ベルト何これ。え、インナープライマリーが赤いだけだよ。あ、前もそれ言ってた。前も言ってた。同じツッコミされてた。ベルトじゃない。これ何年なんですか。これ40年の UL、 UL、うん、1200。パンいくつあれ。線です。EL EL だ。はい。なんかサイドバルブってさ、サンゴみたいで。あ、わかるわかる。わかる。うん。サンゴ。エンジンが。うん、わかる。グリップ一緒。あ、本当や。これね。そうそう。パリデブ。あ、そうなんですね。特に UL とかは。あ、本当だ。ちょっと出てるっすよね。やっぱここ上から見たらかっこいいっすよね。このうちのホットロッドもね、こういうサイドバルブなんて。あれがなくなっちゃったね、あのシルバーのショベルが、うんうん、UL に変わってね。ね、やっぱブルーお好きなんですね。なんか気がついたらね、全部自分のバイク全部青になっちゃった。引き寄せてます ね、 ね、そうだよね、完全に。お店も青いから。うんうん、あれ前ショベルで UL になって、うんうん、マッハがダイナになったんですか。そんなイメージだね、うん、ダイナ乗りやすいっすよね。びっくりするぐらい、びっくりするぐらい、うん、あ、家が、あ、ここに家が。あ、ファーなしバージョンだね、これ。うん、かもかっこよかったね。え、かっこよかった、めっちゃ。こんなのついてましたっけ。それね、最近つけたからね。あ、そうなんですね。ショベルの、銀のショベルの時に、リアにボックスつけてたんだけど、あ、あ、はいはいはい、はい、ね。でも、これ、シーバーもないし、あ、ほんキャンプ用。あ、なるほど。いいね。これはトライアンプですね。そうです。エンジンいくつなんですか。これ650。なんかトライアンフこういうハンドルのイメージ。ああ、そうなんだ。ちょっとアップなんですね。はい、ひょいっと。ひょいって感じだね。ひょいっと。そっか、キャンプはじゃあ全部これでいくんですね。ドープキャンプだっけ。あ、なんかやるみたいですね、うん、でも静岡でしてるね。うん、遠いですね。掛川だよね。2時間ぐらいやってくるんじゃない。あ、うん、まあまあ、ね、遠い。遠いよね、2時間って結構。俺たち衛星バイカーだから。そうだよね、短距離バイカーだもんね。短距離バイカーだから。衛星バイカーだ。そう、短距離バイカーです。エセじゃない、短距離バイカー。そう、短距離バイカー。ホットロード直ったの。はい、気づいたら乗りました、うんうん、乗りまくってたら。あ、やっぱかぶってたの、はい、うんうん、大島さんもバイク変わったみたいで。あ、変わりました。はい、ちょっと見に見よう。ショベルヘッド、ショベルヘッド、綺麗。これ何年ですか。これは81年。81年。はい、ショベル。あ、じゃあ1340ですか。あ、そうです、1340。あ、バレルタンクでしたっけ、これ。あ、そうです、バレルタンク。丸い。オイルタンクは丸いじゃん。え、かわいいね、丸い。かわいいよね、うん、サンダーヘッダーついてますよ。あ、これマフラー。めちゃくちゃコンパクトなんだけど。うん、確かに。ちっちゃ。ちっちゃいね。収まりがキュッと、うん、なってるね。めっちゃ軽い。軽そうっすよね。チェーンガード細っ。そんなにいいんだね、そんなに。だいぶ変わってる。
いいの、これぐらい細いのいいの、いいよね。あ、カバン可愛いじゃんこれ。本当だ。ほら、フットラムって書いてあるね。うん、可愛い、いっぱい入りそうね。え、結構入ります。あ、ワン、あ、めちゃくちゃいいっすね、ボタン、いいっすね。そうか、大島くんも4足ショベルだったもんね。あ、そうじゃん。あ、そうです。ちょっとなんかリジットに、あの、チョロっぽい感じの。そうだった。ファイヤーの、ファイヤー、あれ、つけてましたっけ、ファイヤー。あ、つけましたね。あ、今、ナロー。あ、ほんとや。あれ、あ、でも3号っすか、これ。これ3級の3級っすよね、はい、ちょっと太いかなと思った、今。うさんくさいやつみたいだったな、今。3号ですかって、3級、あ、そうですよね。いるよね、そういう人ね。すぐ切り替えたみたいな。いや、なんかちょっと太いなと思ったんだよね。え、なんで太いのがいいんですか。やっぱり山走る時とか、よれないし、性能的にね。はい、これは待てない、言わんでいいな。そろそろ行っていいかな。ね、めっちゃ不安がってるから、顔。すごい不安がってさ。ダメだった。うん、ちょっとあんまりあれかもしれない。そうそう、ちょっとまたがってもいいですか。いいんかい。言うんかい。あ、本当は嫌ですか。全然全然、もちろん。お邪魔します。ん、これ、これか、これだ。あ、いいね。あ、なるほど。あ、乗って、乗れそうだね。いや、乗れなそう。あ、乗れなそう。今んとこ乗れなそうやん、全部、うん、全然、今んとこ全部乗れない。乗れない。やっぱこの姿勢怖いんだよね、私。前傾っぽい感じがね。こうじゃないと。なるほどね。ファイヤー可愛いよ、これ。可愛い。ちょっと可愛いっぽい。うんうん。ファイヤー。確かに二人ともなんか攻める系ですね。なんか確かに山走りそうだもん。ね。スースイート。ディスクブレーキですから。ディスクブレーキ。はいはい、あ、止まるやつだ、ちゃんと。そう、ちゃんとね。へえ。キュッ。ああ、そうか、ジョッキーだ。ジョッキーだよ。ジョッキー大変ですか。いや、もう全然すぐ慣れちゃう。あ、本当ですか。なんかここの位置が低い。本当やね。ね。ここね。うん、ペダルが、ね、ハンドルかわいいじゃん。かわいい。あの、ライザーから出とる。ないタイプです。普通はなんかクランプみたいな止めるじゃん。あー、ほんとだね、うん、こんなに全部見えるのすごいね。ね、珍しいっすか。あんまりないよね。なんか僕初めて見ましたね。かわいい。グリップ一緒です。あ、ほんとみんなお揃いじゃん。全員お揃いじゃん。あ、そうだね。うん、こんなとこにある鍵めっちゃ楽じゃん。あー、確かに。そう、俺ら右やでね。そうそうそう、あれ怖いんだよね。そう、マフラー熱いし。そうそうそう、超いい。ありがとうございます。はい、うん、あ、みなさんとこのイブラクト。イブラクトのかわいい、はい、かわいいよね、これ。あ、水色いいね。珍しいね、あんま色物着ないじゃん。どうですか、うん、違いますか。やっぱイメージにないだけで。あ、じゃあそう、可愛いんだけど。俺今日オソロッチで行っちゃうかな。やだ、オソロッチで行っちゃうかな。マジペアルックじゃん。え、これいいじゃん。いいよ。ブルコ。あ、ブルコなんだ、これ。え、オソロッチで行っちゃうかな。やだ、ブロックチェックのお揃い、まあまあ目立つじゃん、だって。俺ブロックチェックダメ。え、別にダメじゃないよ。本当？うん、じゃあお揃いで。やだ、シャツ欲しくなるんですよね。シャツ好きだよね、これとかね。うんうん、これ前着てみたんですけどね、うん、ここで。あ、でちっちゃかったんだよね、うん、ちょっとだけ。かわいいよね。うん、かわいい。これ似合うでしょ、これは。うん、似合うよ。あ、いい、いいよね。うん、痩せる前提で買おうかな。痩せる前提でやめた方がいいって、痩せないから。そう、あ、ここイーブラクトコーナーなんで。あ、全部そうなんだ。ほら、うん、いいね、アニメみたいな、うんうん、海外に、うん、あ、それまだイーブラクトね。ポーラーも多いですね。そうだね。ポーラってスケートとかですか。キャンプ、キャンプも、うん、アウトドア、スポーツ、いろいろなんですね、うん、メッシュ。そう、鬼涼しいです、うん、ね、いるよね、これ夏、うん、涼しそう。あ、読めます。あ、また難しいの。あ、これはもう知ってますから。何、ダズルシュガ ー、 おー、 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 もう知ってますよ。なんかこのサイケデリックアイアンクロスみたいな。うんうん、おしゃれね。うん、あ、これも見たことあるぞ。どれ。あ、あれ、これ見たことあるぞ。なんだっけ。あ、はい、ファインシックスだ、うん、あれ、これ誰かいるって言ってたよね、これ。これは違うと思う。あ、違うか、うん。あ、アンクラウド骨だ、かわいいね。プクプク系、プクプクちゃんでいいな、こうやって服屋さんやりたい。いいよね、なんかさ、うん、キャンプグッズとかさ、スケボーグッズとかもさ、いいよね、うん、これえか、これこれ元とはちょっとやばいよね。怖いね、ちょっと。えか、キャンプグッズ増えましたね。
そうだね、うん、いっぱいでっかいものある。あ、今あこれね、これやばすぎる。今ちょっと持ってみたんですけど、うん、想像以上に重かったです。あ、重いんだ。へえ。だいぶ武器やね。そうだね、うん、武器買いに来たよね、ここに買いに来た。ナイフと斧と、そうそうね、うん、ポーチもね。ポーチ、あ、それもバズルシュガー。お、読めますね。読めますよ。あ、変わります、変わります。はい、ありましたね、はい、これですよ、これお目当ての、お目当て今日の、今日あるじゃん、これステップと、はい、キックは2種類見てあるけど、ちょっと取って見せてもらっていいですか。あ、取っていいですか。どうぞどうぞ、はい、あ、え、意外と軽い。はい、はい、見えるかな、脚光。これステップと、うん、フィーバーのね、はい、はい、キックペダルはそっち、こっちがいいな、うん、それに変えると、はい、いいね。これを目当てに来ました。これを目当てにね。可愛くない？可愛い、可愛いよね。フィーバー可愛いよね。可愛い、こういう、うん、ナンバーのやつとか、うんうん、僕もフィーバーこれ使ってますから。どれ？これ。あ、そうなんだ。そう。へえ。スーサイド。うんうん。うん、アルミっていうかあるよ、メッキも。本当だ。これシフトノブ可愛いよね。可愛い。私どれだったっけ？私このキノコが欲しくて。あら。これ触っていいかな？これ。あら。これ。なんかさ、あの、うん、ハンドクラッチだけどさ、うん、無駄に買いたいもんね。使わんのに、これかわいい、めっちゃいいじゃん、なんかボルトでなんかこの台作ってもらってさ、うん、どっかにつけとく。そうそう、飾ってたらいいじゃん。かわいいよね。かわいい。パンサーやん。パンサーだ。大島くんついとったやん、それの黒。え、これの黒？うん、ちょっと違くない？ね、あ、それじゃないですよね。違うよ。違うんかい。そうですよね。でも似てますよね、目がないパンサーですよね、うん、あ、今日走りますから、はい、皆さんと4人で楽しみ、はい、ぶっ飛ばしていきましょう。ぶっ飛ばさないよ。そうだよ、ダメだよ。あ、ダメですか。そうだよ、安全運転で。それじゃあお願いしといたら、うん、いいですか、ゆっくり。あ、先生お願いします。うわ、先生、なんかさ、最近さ、インスタのさ、DM とかでも先生とか言ってた。先生じゃん。みんなバカにしてくる。先生じゃん。バイスクルーたち、いやいや言うとって私を抜くなって。でも、あの時は本当に初乗りだったんですよ、名古屋で。今はちょっとだけ成長してるから、うん、もう全然抜いてもらって大丈夫、うん、なるほどね。追いつくから大丈夫です。割とね、スピード出すもんね。そう、最近 ね、楽しい。まあ、じゃあゲットします。あ、そうだね、本当に、はい、これと、これ、あ、それさ、何の柄かわかる？え、これですか？はい、なんか見たことある気がしない。僕は答え知ってるんですよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、あれじゃない？なんか魚系ですか？違う、なんかこういういないっけ、ね、いや、何の柄か、魚、え、魚は全然違います。魚じゃない。うん、鱗ってこと？あ、そうです、そうです。あ、あ、分かった。何ワニ。あ、違う、ワニ違くない？違うよ。嘘。いや、多分絶対に当たらんと思う。当たらんのだ、うん、そもそもマグカップですよね。うん、そうそうそう。あ、全然、その昔のヴィンテージ、うん、ファイヤーキングっていう、 あ、うん、いう、あの水色っぽいような、全然わかんない。ヴィンテージですか、あれ、うん、のマグカップ柄で説明に書いてあった。あ、そうなんだ。読んでる。、はい、しっかり読んでる。そう、あ、なるほどね、みたいな。へえ、この柄のマグカップがあるんだ。そうそうそう、かわいい。こっちは関係ないですか、これは。あ、それはね、うん、はい、フィーバーがオリジナルで作った。いいですか、じゃあ、はい、これとこれお願いします。はい、これ見て。あ、オソロッチ。そう、これ私のツールバッグ。いいね、あっちもね、うん、あ、そこれも持ってる、これとこれ、ね、中ぐらいありますから。本当だね、それも良さそうだね。うん、やっぱバッグは必要だね。ね、サングラスもいっぱい、いっぱいあるね。うん、私これ持ってる。いいブラックトですね。そう、うんうんうん、ブラックライト、はい。勝手に入ったか気に入らない。切り上げちゃった、うん、琴音さん、バイザーはいい？ずっとさ、欲しくて。緑いいじゃん。緑、うん、赤かなって勝手に思ってた、ファンヘッドが赤いから。うん、赤でもいいね。ありだよね、ずっと悩んでる。なんかヘルメットなんか新しくなってるっすよね。そう、作ってもらったんだ、それかっこいい。すごい、めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるね、うん、種類が豊富です。うん、本当に。あ、カバンちっちゃ。いいね、私もさ、くくらないと。あら、荷物くくりたいから。うわ、くくりたい、くくりたい、めっちゃくくっちゃう。うん、くくったことないからまだ。でも私このサイズじゃない？そうだよね、これね。うん、くくりたい。これまだ発売は
つまでですか？もう時期に。あ、うん、じゃあこの動画配信された頃に発売してたらゲットできるし、うん、そうだね、まだだったらサイト見てもらって、うん、インスタ見てもらって、うん、だね、です、はい、お願いしますお願いしますフットラムさん、うん、ね、品揃え豊富なんでね、来るたんびにさ、うわ、いいのいいのって言ってるね、いつも買ってる、3月買ったの、3月、そう、いつも ね、いいのばっかりある。あ、フットラムって書いてある。ドラキュラじゃないね、なんだドラキュラでしょ、ドラキュラだ、サイドバルブ、そう、これ、これじゃん、これをね、モチーフにしたの。でもこれ、ハンドル変わる前ですよね。そう、これ41のワイドの時だ。あー、ほんとだ。へえー、かわいい、かわいいね、かわいいな、この書く人はね、本当すごいよね、うん、なんか天才だよね。まあ、パーツはちょっとまた後日つけるということで、うん、はい、あのステップの棒がね、そう、根元のあそこから買えるかもね。そう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 、走り行きます？ね、行きましょう。走ってくれますか？行きましょう行きましょうよかったギャルとも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 小島さんもね、あ、はい、一緒にお願いします。4台で行きますんで、はい、はい、安全運転で、安全運転で、はい、お願いします、お願いします。かわいいね、ね、並べると、並べるとね、うん、俺のだけ色違うね、畑違い、一人だけさ、なんかさ、戦時中から来たみたいな、ね、かわいい、みんなかわいい、だって合ってるもん、この3台ね、合うよね、うん、青赤いいですね、いい、いい、映える、ね、楽しみですね、楽しみ、走るのね、超楽しみ、パーツもゲットしてね、ここね、ペダル、そう、このペダルを、はい、さっきのペダルにして、キックはね、これ、そう、さっきのにして、見て、加藤さんも一緒、あ、そうじゃん、そう、一緒の、この感じになるってことですね、うん、いいじゃん、ね、楽しみです、はい。